水中毒。1日に2リットル以上の水を飲むことは正解なのか間違いなのか。良かれと思って大量の水を一気に摂取することで起こる中毒症状、最悪死に至ることもある。短時間に一気に大量の水を飲むと体内の塩化ナトリウム濃度が一気に下がる。体のバランスが崩れて低ナトリウム症という症状が出やすくなる。気持ちが悪くなったり、頭痛がしたり、めまいがしたり、ひどくなると意識を失ったり、極度の衰弱状態になることもある。1日に2リットル以上水を飲むなら小分けにしてちょっとずつ飲むこと、そして同時に適度な塩分も摂取することを心がけて。ちなみに私のおすすめは炭酸水と塩とレモン。さっぱりしてて飲みやすいよ。さてここで塩クイズ。豆腐を固めるのに使われるのは次のうちどれ？